おはよう、こんにちは、そしてこんばっけん。どうも、私バッケンでございます。さあ、今回やるゲームですけども、とうとうやってきましたよ、私の大好きなゲーム。そう、こちら70年代風ロボットアニメ月 PX をやりたいと思います。さあ、この点数が出てるところはどういうゲームなのか、なんとなく想像つきますかね。まあ、プレイステーション1の、まあそこそこプレミアのついたゲームなんですけれども、まあ中身はね、もう見ていただければわかると思います。もう本当にね、ロボットアニメ好き、特に昔のロボットアニメ好きなら、絶対に楽しめると思いますんでね、よかったらね、見てください。それではね、早速行きましょう。スタート!70年代の少年たちに、おお、まあ、70年代生まれっていうことはまさに我々に捧げてもらったってやつか。さあ、何やら隕石が地球に飛来しましたね。 1970X 年あああったあったって、ないないこんなこと愚かな地球人どもよ、宇宙悪魔帝国のビースト軍団の威力の前にヒレフスがいい。まあ、70年代テイストって言ってますけど、絵はもう90年代ですね。時に西暦 1970X 年、宇宙悪魔帝国と名乗る巨大な悪の軍団がまずは日本から地球侵略を開始した。帝国の送り出す宇宙ビーストの圧倒的な破壊力の前に地球側の抵抗も虚しく、日本国民は全滅の危機にさらされていた。そんな時である。日本が世界に誇る天才科学者、あー早いお、始まるよ、きたーたまらんかっこいい、ゲッピー X。 ここはちょっと静かに曲を聴きましょうか。さあ、聴いていただきました、ゲッピー X の歌たまらんね、これ。オープニングから、どんなゲームか知らない人はまだ分かんないと思いますけども。突然地球を侵略し始めた宇宙ビースト軍団に対抗する。コンバトラーに出てきそうな基地だね。ここ極東某所にある宇宙ロボット研究所では、必ず近くにこういうのってさ、富士山があるっていう。秘密兵器の開発が進められていた。というわけで、あ、長井さんだ。3機のマシンで宇宙ビーストと戦うのじゃ。ちょっと待てよ、なんで俺は。神谷さん、ワイワイやるでいい。立て風さん、もう豪華すぎる。宇宙ビーストをやっつけたるんや。ま、そういうことだ。あー、ええ声しとる。お前も選ばれたのか。早見さん、そうらしいな。先に行くぜ、ケイヤニ。すごいメンバーだな、これ。負けてられへんでいい。ああ行くぞ。まあやっぱりね、ロボットアニメといえばこの人っていう感じだったもんね。もう神谷さんか、それか古谷さんって感じかな。行くぜ、チェンジ X1 レッツゴー。すごいクオリティのアニメだな、本当に半端ないな。ちなみにこういうアニメは実際にはありませんからね。これ本当ゲームオリジナルですからね。
第1話、最強ゲッピー X 登場。さあ始まりますよ。ここまで来てやっとゲームが始まるっていうね。ひでえ、いやまだ始まってないな。ちくしょう、宇宙は悪魔帝国め。無駄話をしている暇はないみたいだぜ。始まったかな。さあここに来てようやく始まりましたね。そう、このゲーム実はシューティングなんですよ。もうね、歌いたくてしょうがない、曲が熱い。まあこのゲームプレイステーション1の1995年かな、なんでプレステ中期ぐらいかな、ちょっと後期に入るぐらいかに発売した、まあ、シューティングなんですけど、シューティングのくせにね CD4 枚組なんですよ。もうね、あのファイナルファンタジー4、そうでした、ファイナルファンタジー9と同じ枚数じゃなかったかな、あれも4枚じゃなかったかな。すごいよね。ちなみに、作ったメーカーが、アロマっていうメーカーさんなんですけども、まあそれまで確か麻雀とかのゲームを中心に作ってたのかな。あ、しまった。で、もうね、まあ、これから見ていただけば分かると思うんですけど、あまりにも豪華すぎてね、予算がすごかったと思うんですよ。あ、敵がやってきましたね。ガメラ。どう見てもここガメラ。さあ中ボスですね、これは。中ボスが始まると、アルマジロビーストマーク2って書いてるね。マーク1はどこに行ったって感じだけど。待て待て、民間人を襲ってやさい。これはね、ポジション的にはあれだね、ボスボロットのポジションになるね。ならば格闘戦しかないか。64パー、これ64ってやっぱあれかな、この時期の任天堂64のことを意識してんのかな、どうなんだろうね。かくなる上は64スキルも最終必殺技特攻じゃー。ヒーローユイか。そう、中ボスになった曲がまた変わるんですよ。無駄に熱い。そしてもちろん変形ありますしね。さらにもう一段階。こういう風に変形もあるっていうね、もうお約束ですよ。曲がもういいんだよこれ。まあこっち、このゲームは先ほどもちらっと言いかけましたけども、すごい多分予算使ったと思うんですよ。で多分ね、売れなければ多分会社は存続するのか無理なんじゃないかっていうぐらい、中堅メーカーとかなら。その結果あまり売れなかったんですよね、このゲーム。1万本ちょいぐらいだったのかな、確か。まあどうなったか。そのまんまやっぱりね、会社がなくなってしまったっていう。だある意味このゲームを作るために作られた会社と言ってもいいような、そんなとこですね。さあ中ボスを倒したらこういう演出が来るんですよ。これちゃんとね、それぞれに専用のアニメーションありますからね、機体ごとに。さあこれで中ボスを倒して、でもまだ一面クリアじゃないからね。まだ嫌がったのか、ケイリキ
あいつ追うぜ。おう。ここでアイキャッチ、ここでアイキャッチが入って CM が入った。今完成する無敵のスーパーマシーン、エクスパー欲しい。売ってないかなこれ。地球を守れ、 X1 号発売中。類似品ってこれ多分ね、お前やーって突っ込ましたいんだろうね。さあそれでは B パート始まります。ちなみに性能としては道中はこの X2 がやっぱ強いですね。このホーミングがやっぱ強いですね。いやもうこれね、歌ってる人たちも本当に豪華なんですよね。これちゃんとギャラ払えたのかな、みんなこの人たち全員に。あーしまった、 HP が。まあまあでもそんなに減ってないか。まあただシューティングゲームとしてはかなり大味な方だと思いますね。だから本当にシューティング好きにはちょっと物足りない感じにはなると思うんで、あくまでねこういうロボットゲームとちょっとあの軽くシューティング楽しみたいっていう人向けかなっていう気はしますけども。さあここで1名のボス登場ですね。ここはアニメーションではなくて CG で展開されるわけですけども、まあ、ちなみに先ほど歌ってたのはムッシュ吉崎さんっていう方で、あのクリスタルキングの人ですね。でオープニングは佐々木勲さん、そしてここを歌うのはもうあの人ですよ。やっぱりロボアニメといえばっていう巨匠の一人だ。来た、影山博信。無駄な金のかけ方、アホすぎる、バカすぎる、本当にいい意味で最高にバカだと思う。ちなみに、それぞれ、技はね4種類ですね。四角ボタンでこの弾ですね。で、×ボタンでこのサブショットで、さらにそれにそれぞれため打ちがあって、あここチャンスだ。あ失敗した、必殺技失敗した。最悪だ、必殺技当て損なった。まあ演出は確か一緒だったはずですけど。出た。これあれだね、トライダー G7 だよね多分。吉田小奈美さん出た。赤い人が出た。宇宙悪魔帝国に完全と立ち向かう3人の、まさかやつじゃないのか。頑張れゲッピー X、 赤い彗星のジャーカゲッピー X、 地球の未来は君たちの双剣にかかっているのだ。だから負けないでくれ、頼む。もうね1話1話が熱い。全部でね8ステージ、続きますんでね、8話か、第8話までありますんでね。これもデビルマンだね完全に。サイズ感おかしいけど、ここもそれっぽいね、デビルマンっぽいし、ルパン三世のエンディングっぽくもあるね。そう、
昔のロボアニメのエンディングってやたらと悲しくなる曲が多かった昔ロボっていうかアニメがだよね。綺麗だな本当に。あ、そうだね、クリスタルキングって書いてあるね、ムッシュ吉崎さんで、まだ登場してないミオさんとか串田明さんなんかもいますよ。どこで聞けるのか楽しみですよね、これほんとにさ、アニメを一本見たような気分になる。あー、この女性3人が何かっていうのはまだ言えないっていうね。いやー、これは本当にいいゲームだ。なんか終わったような気分になってるけどね。石を運ぶタッカーが予告ですよ。次々と謎の沈没を遂げていた。おかげで物価は上がるし、トイレットペーパーはないから新聞紙使ったりしてもう大変だぜ。次週のゲッピー X は、この頃はこういう感じのあったあった日本の経済は俺たちが守る。ゲッピー X の活躍により、宇宙悪魔帝国の送り込んだ地上破壊用ビースト、バルマーク2および高高度爆撃用ビースト、ラプラーズ 3G は倒された。しかしその戦いにより東京市街はほぼ壊滅状態となった。地球防衛隊の秘密兵器である64式ロボは大破し、防衛隊もその戦力のほとんどを失っていた。そして今深海ではヒッサー将軍による第二の陰謀が企てられていたのである。多分言えたさあ、第2話の始まりですね。そして第2話ももちろんオープニングから始まりますよ。かっこいい立ち上がれ勇気を胸に。まあ第2話のオープニングからはね、少し喋っていこうかなと思いますけども、まあ、この佐々木勲さんの声はほんといい声してるよね。低くて渋い。っていうかね、このオープニングをずっと見てると本当になんかね、子供の頃このアニメを見てたようななんかそんな錯覚に陥るんだよね。やっぱロボアニメのオープニングはこうじゃないとっていうさあ、ここに出てきた女の子の3人は後半になったらまたその秘密が明かされるんで、その時また説明しましょう。太平洋に浮かぶ一隻の船、結構陸が近いっていうね、思ってたよりも。そしてこのモブの適当感よまあ昔のアニメっぽいっちゃね、それっぽいけどさ、次々とタンカーや漁船が謎の沈没をする事件が起こって、そしてまた研究所に戻って話が進むっていう。直ちにゲッピー X チームに非常招集をかけた。みんなに紹介しよう、わしの孫娘のミニオジ。かわいいね、ちょっとそばかすがいい感じで。まあ90年代の絵柄って感じはしますけどね。まぶいスケじゃん。まぶいね、このスケは使ったことない、そんな単語。学園ハンサムっぽい。てめえ人、抜け駆けはあかんでいい。あんなやつはほっといて、僕とゴーゴー喫茶でフィーバーしない。このゴーゴー喫茶ってさ、どんなとこなんだろうね。古い漫画とかアニメで出てくるけどずーっと郷ひろみの曲かかってるとか。
のステージはこの X2 が一応メインといえばメインなのかな。まあポジションでいうとゲッター2とかゲッターライガーのポジションになるっぽいですね。第2話深海悪魔作戦を叩け。このシルエットがまたかっこいい。さあ第2話の BGM ですけども、ここはね串田明さんなんですよ。来た来た来たって感じだねこれね、ほとんどマイステージね歌ってる人が違ってね、曲も違うんですよ。すごいよねこれ、このお金のかけ方というか、本当熱いバカゲーだと思う、褒め言葉でね。でも綺麗だしね。X シーカーはね便利なんだけど、あんま強くないっていうのがちょっと欠点かな。さあここで相手、あーっとサブウェポン一番いらんの来た一番出してもしょうがないやつが来た。あのアイテムねランダムなんですよね。メインか HP 回復が欲しかったんだけどな。まあ、ここで確かね HP 回復は途中で出たはずなんですよ。いやーこのゲームのサントラ欲しいなーめっちゃくちゃ高いんですよねサントラが。あ、ボスまでやってきましたね。ではサブウェポンの方の必殺技グランドショット、グランドクロスっぽいね。ここね気をつけないと最後罠があるんだよね。この右上の方に行ってると当たらないんだけど、あれに当たるとねかなりダメージがでかいんですよ。お、中ボスが来ますよ。できたら HP150 ぐらいは残したいな。いけるかな。かっこいいな。バカ褒めてる場合か。腕に捕まえられないように気をつけろ。腕なんかついてへんで。すべこべ言うな。あの突っ込み方が可愛いジャイアンの。腕なんかついてへんで。言い方がね。ここねちょっと気をつけないと一気に倒しちゃうんで。スワンのねこの武器が強いんだよね。そろそろかな。倒したか。綺麗に倒した。結構残った。205残ったね。これはいい感じだ。一発で決めるぜ。Xミサイル。いいね。こう専用演出。そのキャラそのキャラにちゃんと用意されてるっていうのが。さあここでアイキャッチ。そして CM また。何？これでもさ、こういう感じのシャンプー、ロボットものの、もう今絶対
対見ることないもんな。大好きやね、ソース味も。どっちかって俺は醤油味の方がいいかな。ソース味の方はちょっときついかな。紙からソースはちょっとね。イケメン早見翔さんって感じだ。わっと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 、 X グレード。こいつ強いんだよね、本当に強いんだよね。体力回復取り逃してるなこれ。しまったな、ここまでにあと1個か2個出てたんだけどな。まあでも200もあればなんとかなるか。メイン武器も最大まで溜まってるんで。まあ、ここのボスはね、そんなめちゃくちゃ強いわけでもないけども、後半になるとね、一発のダメージがでかいんですよね。まあなんとかここもちょっと専用演出で決めたいと思いますね。サメビーストノーチラ6000。やっぱりこれやっぱりこの機体だ。X ブレードも本当に強い。そして影山博信さんが熱い、盛り上げてくれる。もうちょっとだね。いけるかな、もう一発ぐらい当てた方がいいかな。いけるか。あー、しまった、倒してしまった。これ専用エースになるかな、ちゃんと必殺技なるかな。あ、よかったよかった、ちゃんとなってる。あ、とどめ刺す技には関係ないんだな。かっこいい。超電磁スピンだ。とどめは一緒だった。まあ、それならいいや。おのれおのれ、月日 X。 この借りは来週必ず返してやるからな。僕らの月日 X の活躍で深海アクア作戦は破られた。こいつも思うんだよね、全部飛べるなら車輪がある方がいいなって。だからティッシュペーパーも使い放題だ。ゴーゴーゲッピー X。 明日も戦え、ゲッピー X。 さあ、そしてエンディングですね。切ない。やっぱり切ない気持ちになる。さあ、ということでございましてですね、今回はこの1話2話で、終了しようかなと思います。なのでね、まあ、この曲が聴き終わったらお別れといきましょうか。あ、予告も見ないとね、ちゃんとね、気になるからね。次の予告が。いやー、このゲームはね、本当本当にもっといろんな人に遊んでほしいゲームだから、本当にリマスターとかアーカイブスなんとかなんないかなってすごい思うんですよね。あ、そうなったらもちろんもう私ももう一本買いますよ。特にリマスターだったら最高だけどね。変なリメイクとかやらないでほしい。俺さ
ね、このアロマっていうメーカー。さあ予告始まった。北海道に氷河期がやってきたんや。町は氷、カップ麺は出来上がる前にカチンコチンや。うわ寒いのは苦手さっきも思ったけど予告の映像ほとんど本編で出てこないな。うなれ必殺六甲山おろし見たってよ。さあということでございまして、今回はねここまでにしたいと思います。ここまで見ていただきましてありがとうございます。またよかったら、次の動画も見てください。私バッケンがお送りいたしました。ではではバイバーイ。